はい、どうもどうも皆さん、こんにちは。今更ロングブラスターカスタムを使ってやっていきたいと思います。いやー、もうほんとね、新武器出過ぎじゃないっていう感じなんですけど、ね、気づいたらね、もうどん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 出過ぎて、もはやね、何の動画を出してないのかもわからなくなりそうな状態です。てかさ、ゴールデンウィークがついに明日で終わりですね。まあ明日で終わりなんですけども、まあ非常にね、今センチメンタルな感じになってます。そういえば、この間のアップデートがあったかと思うんですけども、まあその時に IT インク影響軽減っていうギアがあるかと思うんですが、まあそれの効果がちょっとね、変わったんですよね。まあ効果というより、ギアの数によって、まあ効果が変わるって言った言い方の方が、ちょっとね、正しいんですかね。僕もギア検証をね、実はね、してたんですけども、もうすでにね、同じような内容が、まあフォロワーさんがね、ツイートしていたので、まあそれをね、今回はちょっと貼らさせていただこうかなと思います。まあ本当はね、動画も撮ってたんですけど、すでにもう記述だったんで、もういいかな、みたいな感じで。まあとりあえずね、結論から言いますと、まあ IT インク影響軽減っていうギア、まあサブとメインとか、まあいろいろあると思うんですが、まあそれをね、0.1積むだけで、メイン2個分の効果がね、得られるようになったんですよ。まあ厳密には、0.1から2.0まで、効果がね、全く同じ仕様になってしまってるんですよね。まあおそらくバグではないかって言ったことが指摘されてるんですけども、まあ僕もね、そう思います。おそらくですけども、次回アップデートで修正されるんで、まあ今だけね、0.1積めば超お得なんで、まだ積んでない方、もしね、おられましたら、ぜひ積んでみてはどうでしょうか。特にね、ガチマとかやと、まあ、スリップダメージとかもね、結構、やっぱ影響してくるんで、0.1積んでるか、まあ、積んでないかっていうのは、非常にね、大きな差になると思いますね。まあ、今だけだと思うんでね、もしかすると、もう来週にもね、修正されるかもしれないぐらいの、ね、バグなんで、これ。まあ、バグかどうかわかんないけどね、仕様なのかもしれないし。でもさすがにね、ないとは思うけどな、これ、仕様ってのは。まあ、そういったところでね、今日は終わっていきたいなと思います。はい。まあ、なんかね、ゴールデンウィークがもう終わるって言ったところで、まあ、非常にテンションが低いんですけども。まあ、そういったところでね、もしよかったら過去動画もこの後見てもらえれば超嬉しいんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録もよろしく。じゃあね、バイバイ。